この時間はクリック365為替情報のコーナーです。ゲストは加熱 FX 証券マーケットエコノミストの鹿野正幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日は為替の話をいただくんですが、はい、まあ、為替といえば本当に膠着感ということ で、 そうですね、はい、これも常に出ちゃうんです。常にこれが出ちゃうんですけれども、はい、どうなんでしょうか。これ何かちょっと変化の予兆を感じさせるような局面に入りつつあるとか、こういう印象ってあるんでしょうか。そうですね、まあ、まず昨日の動きなんですけども、昨日の動き若干円安っぽく動いてるんでしょうか。はい、そうですね、はい、欧米時間中特にニューヨーク時間に入ってから、まあ、ちょっと上昇強含んだというような背景があるんですが、うん、まあ、材料面としてはですね、ニューヨーク時間に発表されました新規失業保険、はい、申請件数があったんですが、こちらが 28.4 万件と30万件を下回ってかなりいい数字が出たと。でこの数字自体がですね、2006年の2月以来ですね、8年ぶりの水準ということで、因縁の30万を下回ったということですかね。ついに下回ってきたということで、まあ、かなり好感された。まあ、来週雇用統計、7月の雇用統計控えているということもあって、まあ、こういった雇用関連の指標に反応しやすかったのかなというような感じですね。まあ、その結果10年債の利回りがまた 2.5% あたりまで上昇ということで、はい、まあ、つけた理由とすれば日米金利差の拡大みたいなことを言ったのかなという感じがするんですけれども、ね、まあ、典型的な上昇相場、ドル円の買いというようなところだったと思います。ただそれでもこの101円の70、80銭というのはまだまだ一つのレンジの中の限定的な動きですよね。そうですね、非常に上値の重い動きがまあずっと続いておりますけれども、まあ、この動きというのはですね、まあ、そう簡単にはこう解けないかなと、解けないというような感じはしております。はいはい、はい、と言いますのもですね、うん、まあ、ちょっと長い話にはなるんですけども、うん、今年はアメリカで中間選挙が行われます。そうです、はいはい、でオバマ大統領、民主党の大統領ですけども、うん、1973年以降ですかね、1973、はい、ドル円が変動相場制に移って以降のこの民主党大統領下の中間選挙のドル円の動きを、うん、見ていただきますが、うん、まずはチャートですね。ちょっと待ってくださいね。はい、用意しました。はい、このそれ以降ですね、民主党政権下にあった、うん、年というのが1978年、これがカーター大統領ですね。94、98がクリントン、うん、で10年、14年がオバマ大統領ということで、見ていただいております。1月、それぞれの年のですね、1月から12月までを区切ってですね、まあ、年初100として指数化したドル円のチャートになりますが、はい、うん、真ん中の赤い線、これがちょうど100ですので、うん、これよりも下で終わった場合というのはドル安円高、ドル、そのドル安円高で、ドル安円高ですね、はいはい、その年が終わったと、はい、いうことになるんですが、はい、ご覧いただいて分かりますように、うん、全ての年でですね、うん、ドル安円高で、まあ、大体 10% 前後年初から下がって終わっていると、うん、いう、まあ、かなり特徴的な傾向が見られます。1998年だけ例外かなと思ったら、また11月ぐらいかけてポカーンと円高になってるんですね、これ。そうなんですよね。でこの中には例えば94年なんかはですね、うん、非常に、急速にこの引き締め方向にですね、政策、金融政策動かしたような年もあるんですけども、うん、まあ、そういった一般的にはドル買い要因になるはずの、うん、材料が出た年でもですね、うん、このようにまあ、他の例にも漏れずということで、まあ、今年、まあ、テーパリング開始されて、いわゆるその金融政策では引き締め方向にいってるわけなんですが、今のところはですね、材料ほどにこのドル円が上がらないと感じている方も多いのではないかなと。あの10月にテッパリングは 100% の確率で終わるっていう、 もう前提ですよね、はい、今ね、そうですね、はい、でそこから金利論争が出てくるんで、はい、金利引き上げ論争が出てくるので、意外とドル高円安になるっていうことをおっしゃる方いるんだけども、その前には一旦ちょっとこう何か嫌な気持ちになるような円高局面が反転にあってもおかしくないと、こういう感じなんですか。その可能性はあると思います。まあ、例えばその平均的に 10% 年初から下げるということからか観点から言うと、今年年初が105円の50銭前後でしたから、ここから 10% 引くと大体95円前後、100円割れの水準というところがですね、一つ見えてくるということはありますね。うん、それは時期的にはどういう感じなんでしょうかね。そうですね、こちらでもう一個チャートを見ていただきますが、
今度はドルインデックスの方のチャートになりますね、うん。基本的に先ほどのドル円のチャートと似ているんですが、うん、2010年ドルインデックスドルの場合はドル高で終わっているという違いがあります。ただ共通して言えるのがこのボトムのタイミングなんですね、うん。はい、ボトムのタイミングがどちらも11月ちょうど中間選挙ですね、まさにドンピシャですね、はい。ということで、まあ、偶然その今回のテーパリング終了が、縮小終了がこの10月の最後ですので、まあ、このボトムとも重なるというところを考えるとですね、まあ、一旦その11月に向けて、まあ年初来の安値を試す展開というのも視野に入れなければいけないのかなと。これ石川さんね、あえて理屈をつけるなら中間選挙の年の民主党大統領の時のこの動きっていうのは、はい、はい、何か理屈付けしようと思えばできるような理由ってあるんですか？そうですね、まあ、一般的にあくまでアノマリってしまいます、まあ、そうですね、まあ、一般的にはそういった製造業の評伝からですね、まあ、大量の票を獲得するために、まあ、やはりドル安方向に持っていった方がですね、まあ、印象がいいと、そういった背景があるということは言われていますが、まあ、各年でそれぞれの材料を見てみてもですね、そういった個別の材料で共通点というのもなかなか見出しにくいというのが現状なので、まあ、その部分はやはりちょっと不透明な部分が強いんですけどね。で特にあれなんですよね、株式市場もね、中間選挙の年の民主党政権下の時っていうのは、はい、結構パフォーマンス良くないんですよね。そうですね、それに比べると、はい、だから何かこれだ、ただそれはアノマリーはよく聞くんですけど、この為替市場のこのアノマリーってのは、はい、実は今回初めてお伺いしたんで、はい、ああそうなんだっていうのが、ね、となるとどうでしょうか。かなり今煮詰まった感じの動きに今ドル円になってますけども、はいはい、そろそろこういう方向に向かって動き始めてもおかしくはないということになってくるでしょうか。まあ、そう見てますね。では次のチャートをご覧いただきますか。うん、もう1個ですね。もう一つですね。はい、こちらもですか。はい、ドル円の日足のチャートに、ね、これも見慣れたチャートですけどね。はい、まあ、年初に高値を取ってその後はもう本当に、右肩下がりで高値切り下げていくっていうような、展開が続いておりますが、まあ、いわゆるディセンディングトライアングルの形を作っていまして、下のサポート支持線が101円ですね、ここまでは、まあ、この辺りはしぶとく買い戻しが入っていたんですが、まあ、そろそろですね、この下のポイントを抜けてい、くのではないかなというふうに考えております。これはそうですよね、下値はフラットのような形で支えられていると、はい、しかし上値はどん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 切り下がってきているということで、はい、上に行く圧力、言い換えればこれ円安に行く圧力がだんだん小さくなってきて、はい、しかしそれでも下では支えてますよと、はい、でとうとうこらえきれなくなって慕われてしまうという、はい、こういうイメージなんですかね。そうですね、でまあ、一応下の目処としては先ほど、まあ、申しました、まあ、年初からの 10% 下落の95円、でちょうどこの辺りテクニカル的に見てもですね、2012年ですかね、アベノミクス相場の、スタート地点、そこの安値から今年の高値105円、までの中でのですね、確か 61.8% 押し上げて、それはちょうど95円をちょっと割れるぐらいのところにありますので、まあ、そういったチャート面から見てもですね、この95円の、まあ、下値目標というのは、まあ、比較的ですね、整合性も取れるのかなと。そして時期的には限りなく11月あたりにも買ってということになるんでしょうかね。そうですね、その可能性が高いと思いますね。ただ今こういう形で非常に膠着して、はい、まあ、上にも下にも行けなく、まあ、状況ですけども、これってどうでしょうか。このブレイクスルーってするときって何がやっぱりきっかけらしきものが出てくるだろうと思うんですけども、鹿野さんがご覧になって、はい、それとして想定できるのって何かありますか。まあ、やはり一つ目先注目されているのが来週の FOMC、まあ、そして雇用統計、まあ、FOMC30 日ですけども、同じ日にはGDP ですかね、いったところもありますので、来週はもう非常にこのアメリカ絡みの材料というのはもう目白押しというところですね。言い換えれば FOMC は、まあ、多分さほどのものは出てこないんでしょうけれども、
これ雇用統計っていうのはちょっと極端に6月分が良かっただけに7月の雇用統計っていろいろ思惑が出てきそうな感じしますね。そうですね、まあ、実際ここまで5ヶ月間ですね、うん、連続して20万人超えているようにですね、うん、数字自体は非常にいいんですよね、うんうんうん、で前回も28万人の雇用増ということ でこれ向こう1年間で毎月20万人以上増えてますからね。そうなんですよね、そう考えると、まあ、普通に考えるとやっぱりこのあたりもですね、うん、素直にドル買いの材料になるのかなと思いきや、まあ、各雇用統計で、発表直後こそドルは買われるんですけども、うん、終わってみるとドル安で終わってしまうというのが続いていると。で、まあ、その背景の一つにですね、まあ、今のイエレンさん、うん、FRB 議長いますけども、うん、まあ、この人がですね非常にこの賃金上昇が限られているというような話があって、うん、こちらの数字がなかなか改善してこないというところがあると思うんですね、うん、ですのでヘッドラインで雇用者数が良くても、うん、その後細かい数字を見ていって、うん、まあ、懸念される賃金上昇がやはり上がってないということで失望売りにつながるというのがずっとここのところ続いているのかなという気がしますね。確かに住宅も良くないっていうのも住宅価格っていうのは実はこの向こう2年間で2割以上上がってるんですけども、じゃあ賃金は上がったかって全然上がってないんですよね。ですから要するに住宅を買おうにも買うほどの賃金上昇がないことがやはり住宅市場の不振にもつながってるとか、まあ、あと公社的にはいろいろができるんですが、それを見る上でもこの雇用統計ですか、これがなんか一つのきっかけになりそうな、そうですね、こんなイメージですか、うん、となると、はい、もうそう遠い話じゃないですね。もう来週の金曜日ですね、うん、はい、そのあたりをきっかけに仮にこの一つのこのレンジを下振れる、言い換えれば円高の方向に振れた時っていうのは、はい、要注意にしてそのトレンドにはじゃあついていった方がいいということでしょうか。そうですね、101円ブレイクの場合は、うん、大台の100円というのはそこまで大きな目標にはならないのかなと思います、うんうん、そういうことを総合して今度何かセミナーを開催するということで、はい、実は来たる8月9日ですね、うん、弊社でこの今年も真夏の円高と題しまして、うん、藤田茂元外銀のチーフディーラーやったものなんですが、うん、これがそういった今話してました、雇用統計等ですね、うん、アメリカの動向を中心に為替の動きを話させていただきます。まだお席に余裕がありますのでぜひお越しいただければと思いますので。わかりました、新しい観点でした、大変参考になりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。